それではクリアフロー工法の概要を説明させていただきます。まずクリアフロー工法は、こういうポリエチレンのライニング材を押し出し成形いたしまして、これを固形状に熱誘着しまして、こういう形に成形いたします。で、クリアフローの特徴としまして、そのライニング材の裏側に直線フレームと半地フレームを連結材によりまして組み立て一体化成形しております。でこれを管内で組み立てまして、そのワンリンクになったエレメントをこちらにございます環合材で環合して成形しているものでございます。環合材につきましては、このストレートとフレキシブル性のあるこういうフレキ環合材2種類ございます。このフレキ環合材につきましては屈曲あるいは段差等のところで使いますし、また耐震性ということでこれによってフレキシブルな挙動を形成いたします。あとこういう形で静観した後に季節感とこの CF エレメントの間にはセメント系の充填剤を充填しまして、季節感と一体化し外圧強度等に十分持ちうるように設計しております。